とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はいいクエスト、出てますね。これ待ってました。ここ、デイリーチャレンジの、シンクの森、です。報酬が、アーティファクト、なんですよね。ここは、報酬で、これが出るのよ。ブラストだけ。で、今持ってるブラストだけが、251なんですよね。なので、256が欲しい。おそらく256になると、ダメージがね、80万になるんじゃないかな。うん、今61万なんだけども、80万超えると思うんだけど、やっぱね、20万ダメージ違うと全然違うんで、ちょっとブラストだけ狙ってやっていきましょう。今日使うのは、いつものごとく、無限ダイナモのハープクロスボウビルド、行ってみましょう。それでは行きましょう。変更点が初期 HP が1で、クリーパーに変わって、吸血を持ってるってやつですね。クリーパーに変わると、ちょっと安全性が必要になるので、この、ビルドは最高でしょう。遠くの敵まで一掃できる。あれ、ちょっと待って、なんか動きができなかったぞ。なんだ、バグか。なんか動きが止まったりするとね、嫌だよね。おー、ちょっと待って、いきなりキャプテン出てきた。びっくりした。向こうから走ってきたよ。はい、キャプテン。プレイヤー HP が 40% 減少。きついなー。いいよ。クリアしてやる。あ、危ない危ない。危ない危ない。よし。さすがに 40% 減少したら、一発一発のダメージが結構痛いね。もういないか。いや、いる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 。マジか。今回結構、期待できるかもね、キャプテンが。ちょっと待てって。よっしゃ。はい、脅威も1。待ちなさいよ。もういないでしょ。いる？いや、意外といたりする？下の広場。いや、もうさすがにいないか。あ、さすがにいないっすね。はいはいはい。まあまあ、いい感じで最初から2体出てきてくれました。この調子で全部探していきましょう。これキャプテンいそうじゃない？名前がこうなってるときはキャプテンがいるんだよね。ちょっと待って、味方回復か。痛いなと思ったら。よっしゃ。いた！キャプテンいた！ちょっと待て。痛いって。よし。で、脅威がこれで2ですね。もうちょっといそうか？今回っていうか、ここ、あんまりね、行ったことはなかったんだけども、キャプテンいやすいんだね。うん。あ、いや、いたいたいた、素晴らしい。キャプテンいたよ。危ねえ危ねえ。死ぬ死ぬ死ぬ。じゃあ、なんだ神秘。うん？あ、略奪者に変わるってやつね。まあまあ、クリーパーにもともと変わってるので、そんなに意味はないかもしんないけども、いいか。あ、でもピグリンのさ、ノックバックしてくるやつ。氷の瓶かなんか投げてくるやつ。あれがさ、めんどくさいから、あれが略奪者に変わってくれるんだったら、逆に嬉しいかな。あいつ鬱陶しいもんね。あいつがいなくなるっていうのであれば、略奪者の方が、お得感がある。あと、あと2体か。お、早いね。最初のうちに結構いた。2体いてくれよ。ナイトモードは出るなよ。え、あいつどこにいんの？どこだ？あぶねあぶね、死ぬ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 よ。危ない。調子乗りやがって。やばい。ここは、ちょっと場所が悪いぞ。ちょっと待て。マジで場所悪い。どこにいんの？まずあいつをちょっと倒さないと。落ち着かないな。え、どこ？いた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 。オッケー。
よっしゃ、オッケー、あいつさえ倒せばここは問題なし。オッケー、もう終わりそうなんですけどね。キャプテンがちょっと一向にいないっすね。いねえな、やば、敵の攻撃力がなんか上がってきてる気がするんだよね。まあまあ気のせいじゃないよね。やっぱ略奪者の攻撃力はかなりあるので、それでか。キャプテンあと2体なんだけどね、来てくれればいいですね。この先にはいそうにないかな。よし、おい、多いな、ちょっと待て、マジで多いよ。危ない、死ぬ死ぬ、そんなんされたら。よし、オッケー、もういないね、多いな。でもここは槍が輝く場所、いいね。霊気がいなければね、槍で全然いける感じ。あ、やばい、おお、大丈夫ね。じゃあ槍はやっぱこういう時にね、ものすごい役に立つんだよね。はいはいはい、でここともう一箇所でいけるね。おおいおいおい、止まるな止まるな、危ない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 よ。じゃあオッケー、でおそらくガストが2体じゃなかったっけ。いきましょう、キャプテンはもういないか。あ、キャプテンいた、どこだ。おお、お前か、おお、ぶね、おいおいおい、びっくりするぐらい食らったんだけど、まあまあそうか、仕方ないね。ちょっと待って、取らせて取らせてくれ。なんだ、わー、出た、ナイトモード、最悪だわ。これでいけってか、これ厳しいぞ。 OK、 まあとりあえずキャプテンは探しながら行きます。お、いた、絶対いる。 OK、 最後のキャプテンも発見しました。ちょっと待ってよ、どこだ、ん？こっちじゃないな、こっちの奥だな。あっぶねえ、おっぶねえ、死んだと思った。危ない危ない危ない、やばい。できる限りポーションバリア貯めろ。よし、いやあ、危ないって、手ばよ、本当に。やっぱりここボスがいるやつだね。ガストが最後出てくるタイプの場所だ。ちょっと待って、これ位置取りがどっかないか。敵が出すぎててちょっと戦いにくいよ。よし、オッケーオッケーオッケー、とりあえずこの辺がいいか。危ない危ない危ない、死ぬよ。よし、出てきた、ガス、ああ、ガスト早めに倒したい。お、危ねえ、どこや、まずはガスト倒さんとね、あいつに固定砲台になられると相当まずいんで。よし、終わったー、もうさっとクリアしよう、もうこんなところはもうサクッとクリアしちゃいましょうよ。いやー、きつかったな、やっぱりナイトモードが来ると厳しいっすね。では報酬頼みます、頼みます、本当にお願い、結構きつかったからお願い。うお、あー、うーん、まあまあまあ、255か。はい、それでは戻ってきました、ブラストだけ255が出ました。256はちょっと出なかったんだけどね。255でしたね。251が61万です。で、255が71万。まあ、10万アップ。そこそこかな。80万は256でもいかないっぽいですね。
256で74万とか、多分そんぐらいじゃないですか。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。